ハートありがとうございます。土曜日よろしく、待ってます。ありがとう。おはよちみん、ハートありがとうございます。おはモーニング、今日も一日頑張ろうね、頑張ろうね。バラありがとうございます。お、ゆしみんが気になっているという音友さんを連れていきます。おー、嬉しい、ありがとうございます。連番かな、嬉しい、嬉しいなハートありがとうございます。バラありがとうございます。今日はローサイドポニーです。お姉さん作り、バラありがとうございます。おはようございます。トトイありがとうございます。バラありがとうございます。 GSTK 見たよ、ありがとうございます。また、あ、席バラバラあらハートとピカピカありがとうございます。ナンバラ登録ですね、今日はみすらちゃんとイエーマナミの初日です。マナミ初日です、一緒に練習してます。おはようさんさんモーニング、ありがとうございます。そうそう、ほうちゃんと同じローサイドポニー、ストレートだけどピカピカ、あ、緊張してる、言えちゃうねおはようございます。朝早くから配信お疲れ様です、ありがとうございますおはよう、ミスさん発売中です。今から大事なゴルフ行ってくるんだけど。あら、大事なゴルフなんだっけ、なんていう機種の名前忘れちゃった。大事なゴルフね、頑張れ頑張れ頑張れ、大事なゴルフね、頑張れ。先輩とかな、先輩じゃないか、上司の方とかな。よしみみ、おはよう、おはよう、頑張れ、楽しんでねかわいい、ありがとうございます。ピカピカありがとうございます。新しいクラスは慣れました、ありがたいことに友達が多いもんで。今日から三次受付開始です。そう、ぜひいつもショールーム見てくださってる方もお気軽にお待ちしてます。まずはオンラインが結構気軽に来やすいと思うのですが、オンラインのおすすめは6月の最初の2日間とよしみくじの日ですなんですけど、まだなんだっけ、まだあれ、そう、あのリアルイベントの方の完売がないところのが一番のおすすめで、まあ、あのちょっとリアルイベントはちょっとあれだな、全然そんなことはないんですけど、ちょっとドキドキだなとか、あの時間が合わない、遠い、時間が合わないとか遠いとか日が合わないって方はオンラインの6月とか、でも9月まであるので、タイミングの合うところでぜひ来てくださると嬉しいです。バラありがとうございます。ダルマありがとうございます。あー、前の嘘好き、そうなんや。ピカピカありがとうございます。ポップコーンありがとうございます。食べたい。あ、受け取りました、よかった。上司とのゴルフ頑張れ生徒先生頑張れ。バラとハートありがとうございます。お仕事行ってきます、いってらっしゃい、頑張れです。ダルマありがとうございます。友達めちゃくちゃ多そう、そんなことないよ。
そんなことない気がする。わかんない。一方的に知られてるのはあるかもしれないけど。ピカピカありがとうございます。イシミとして朝ごはんいいね。ハートありがとうございます。よしみくじって何？そうなんです、よしみくじは前一回ちょびっとやったことあるんですけど、まあそのまんまおみくじですね。ちょっと十何秒とかだと引けないなと思ったから、2枚以上その日に申し込んでくださった方が、そう、そのあの引きますで終わっちゃうから、そう、2枚以上申し込んでくださった方はあのおみくじを私が引いて、〇〇さんなんたらなんたらとラッキーアイテムをとメッセージ付きでやりたいと思ってます。そう、番号を先に選んどきてもらいたいとか、まあ、その辺はまた近づいたらお知らせするつもりですので、チェックよろしくお願いします。そう、2枚以上申し込んでくれた方はあれだね、あのこう時間を許す限り何枚も何枚も引こうかな、何枚も引かないのがいいのかな、わかんないけど。そう、よしみくじ前やった時はジェット大吉みたいな、ジェット大吉みたいな、さらにパワーアップさせてラッキーアイテムも考えちゃいたいと思います。あ、お仕事行かなあかんからまたね。リアルイベントでよしみの前、ようこそようこそ。ピカピカありがとうございます。あ、始業はできた中、お疲れ様でした。お仕事お疲れ様。だるまありがとうございます。前やったのはこんな感じ、ここからジャカジャカジャカ、今ちょっとなんかあれ、なんかちょっと壊れてる。そう、時間があるからもう一回作ったらいい。あ、そうそう、もう一回この箱で作り直すつもりだけど、ほら。試しに弾いてみるけど、でん、ジェット大吉、こんな感じ。皆さんの今日の運勢はジェット大吉だそうです。またパワーアップさせて、今日入れるかは悩み中だけど、だるまありがとうございます。あ、オーサーが飛んでる。あら、黄砂か。あら、昨日も黄色かったのかな、全然気づかなかった。皆さんも気をつけてくださいね。車とか洗わなきゃいけなくなっちゃうのかな。だるまとタコありがとうございます。石びくじ楽しみ、嬉しい。ハートありがとうございます。煩悩をなくすためにお寺で修行。よしみくじのために。ハートありがとうございます。オンラインで日程会いに行くね、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。うん、地震ね、大丈夫でしたか皆さん、地震大丈夫でしたか。ハートありがとうございます。ファーストヤッピー、チーカート詐欺ちゃうちゃう、8割ちゃう。髪型は朝起きてから決める派です。あ、まあ、たまに明日はこれしようって思ってから寝る時もごくたまにあるけど、あ、ちょっと借ります。友達の中ではボケツッコミ、え、どっちだろう、ボケもツッコミもないけど、そんなボケたりしないけど友達。どっちだろう、え、ボケないな友達、関西だけど、どっちだろう、どちらかといったらツッコミかな、でも多分。
初めて話せる。めちゃくちゃワクワクしてる。何でもワクワク、楽しみ、嬉しいな。ピカピカありがとうございます。全部いいよ、みくじが。そう、ZZ、今日 ZZ だって、皆さん ZZ だピカピカ、タコありがとうございます。あ、やっぱ車汚れるんだ。ハートありがとうございます。ヨシミンと会えた時点で大吉。うわー、ほんま嬉しい優しいな。そうなんや、水玉なん。やっぱ車汚れちゃうんだね。おはやちやち、ありがとうございます。ピカピカ、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。ね、皆さんご無事でありますよ。結構範囲だったからね、大丈夫ですかね。九州と四国と中部地方、中部じゃなくて、あの中国地方。つなかん。スプーン？うん。ほら、おお。オラありがとうありがとうって言っちゃうけど、オラってありがとうなんだっけ。グラシアス、あれそうだっけ。なんか話したよね、昨日。グラシアス、グラシアス、グラシアス、ピカピカありがとうございます。あ、そういうことか、めでたいって言うんだ。へえ、目が入ってる。確かに言われてみれば。あ、ちょっとこれを2分チーズお願いします。これゴミ箱で、あ、後でもう一回チンする。おはよう、ありがとうございます。あ、そろそろ見えてるね。頑張れ、お仕事トワイトです。いってらっしゃい、今日も楽しい一日になりますように。ありがとうございます。バラありがとうございます。お、緊張してる。いやいやいやお話デビューで緊張、全然大丈夫。ハートありがとうございます。だるまありがとうございます。お、21日当たったらサンダーバードで大阪。わー、ありがとうございます、嬉しい。サンダーバード乗ってみたいんだよね。ありがとうございます。僕からね、当たりますように。ハートありがとうございます。うん、わー、黒だから余計に入れた。確かに黒に黄色だ確かに。おはようございます、おはようございます。ハートありがとうございます。タコありがとうございます。おはよう、切れたよ。おはよう。ツナとコーンと塩昆布のパスタ、絶対美味しいやつだ。絶対美味しい、それは。グーテンモーテンはドイツ。だるまありがとうございます。2号違うの、サンダーバード2号。サンダーバード歌があるの、サンダーバード歌あるの、知ってる。サンダーバードアニメじゃない。オッケー、それを。お、ハッピーセット今腕玉やってるんだ。へえ、知らなかった。あ、ベートン、ベートン、ベー、
ベーコンポテトパイ食べましたか？昨日私ちょびっと食べた。よいしょ。あ、味が薄めだけどまあいいか。うん、フィナンシェいいね。会社の後輩からフィナンシェもらいました。いいね。いいね、いいね。フィナンシェ美味しいよね。フィナンシェとマドレーヌって何が違うんだろうってよく思うけど、何が違うんだろうね。形しか変わらないけど、実はバターの量が変わったりするのかな。うん。あ、これを30秒お願いします。うん。はい、うーん。飛行機なんや、サンダーバード2号は。へえ、そうなんや。へえ、ね、特撮ドラマがあったんだ。へえ。へえ。違うんだね、味。波がコールである。そうなんや。30秒。自信、私は大丈夫でした。水マカロン、いいね。チキンタツタ始まった。そうなんや。ご飯の中ね。ご飯チキンタツタ。へえ。ライスバーガーかな。どうだろうね。なんか書いてた。へえ。食べたけど美味しかったかな。美味しかったよね。ベーコンポテトパイ年に1回ぐらいで来るよね。大好き。美味しいよね。ホクホク感とトロトロ感が最高ですよね。イギリスでもあるんだ、サンダーバード。いろいろあるんだね。なんだ？ん？そうそう、定期診療で病院に行きます。お、お気をつけて、頑張れ。お大事になさってくださいね。おはよう、ありがとうございます。だるま、ありがとうございます。眩しい？そう、ピカピカ、あ、ピカピカ、ありがとうございます。セブンイレブンレジ店員さん、マオミの声そっくり。そんなことある？私今働いてないから、ね、そうなんだ。前はね、家で働いてたんですけどね。それはびっくりしちゃうね。ママにそっくりな声の人いるんだね。そんなよくいる声なの、ママの声って。特徴があるからかな。おじいちゃんのお世話に仕事してないんですよ。卵白のみ。ハートありがとうございます。よしみの声聞きながら朝の水ダックスめっちゃいい。本当？そうなの？そうなの？はかどる。ハートありがとうございます。ありがとうございます。おじいちゃんにこれプロテインちょっと入れとこう。大丈夫だかな。ポリポリできました。豆乳チーズツナ缶オートミールです。リゾット風。ちょっと味付け豆乳だけだから味薄めだけど美味しい。ハートとポップコーンありがとうございます。クリパでクリパライブで隣の方マミに声似てた。そうなんや。どこのタイミングでわかんねやろ。コールの声でわかったってこと、うん、雑談しとったってことかな。コールじゃない。豆乳、そう、豆乳を、豆乳アイスありがとうございます。食べたい。ツナ缶有能。イエスイエス。サバ缶も有能。イエス。
イエス。ピカピカありがとうございます。お椀がね変わりましてね、どうぞ。ハートありがとうございます。 You know、ママっぽい声で市民講演しかしてなかったらママミさすがにそんな分かりやすいことしないと思うけど、で市民コールだけしなかったら絶対ママやんね。あのあれやりたいんだけどよしねみたいな、うんうん、やったことない。ママもコールするのかな、してる、見て見に行った時コンサートとか。あ、やってるやってる。でも声が大きいし目立っちゃうからぽよりん。あ、言ってるんだハートありがとうございます。え、ママのてんちゃん推しになったっけ、そんな言ったことあったっけ。誰てんちゃん推し誰てんぱん推し、てんちゃん。あ、うんうん言ったことあったっけ。箱推しです。タコありがとうございます。サバ缶ね、やっぱサバ缶いいよママに寄せてる時あるのこうやって喋り方なんでバイバイ、どこで使うパパ送ってくるけど、これおじいちゃんにチーズ、オッケーオッケー、チーズ乗せてあげて。イエスイエス。あとコーヒーか、ぜひ披露してくださいいつか。スライム帽子かぶってたのにそんな目立つことしないけど、そうかも。でもだいたい地蔵かな。マオミンにアンコール発動してほしいよっしゃー、アンコール行くぞ絶対一瞬で分かっちゃうね。あ、ヨシミンが一番可愛いよ、嬉しいやつそれ嬉しいです、あれめっちゃ。マオミン他の子に釣られるのかな、釣られることあるのかな。あの、行ってらっしゃい。いらっしゃい。ね、地蔵だから基本地蔵やから、地蔵の人に対して見て見てってされると、見てってくるとってなっちゃうことは、うん、だってすごい釣られちゃうらしいよ。マキルがすごい。イエスイエスあ、でもおはよう。結構すごいよ。え、いやママにはやらない。いやでも多分その地蔵エリアみたいなところに対してのレスがあれすごい、ね、やるなみたいな。地蔵エリアって地蔵刈り取りがすごい。でもやっぱ中にはリコーダー、そリコーダーやばい。もうちょっとこう地蔵をアピールした方がいいのになって思う時もある。今だよ刈り込みみたいな。多分推しを決める。メカナさんに釣られ気味。メカナさんね、さんのレスはすごいよ。宇宙ライブ公演、え、ママはどうなんかじゃある。もうなんなら浮かばりじゃないところ全部こうやってるもん見てるよって一人ずつ見てるよって、すごいなと。カリコミあえての自動でさなんでなんでヨシミのアピールがすごいと仲間に言われたことがある。そう、恥ずかしいな。あれすごい、私絶対あれに釣られそうな時あるわ。ないよ。
あるある。え、私今と思って。そしたら冷静に友達に、普通親にはレッスンやろ。そう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 。来てやなっていうので納得しました。今日12時から申し込みスタートします。あ、逆に格好だけ履いてその格好してでも理想じゃなかったなめっちゃ面白い。職場にお邪魔したらダメかなと、うん、あのひっそり見てます。お友達が行くことがあるんでそのお友達にお願いしてますね。アシュラ職場で、ね、アシュラは見たことある。私もアシュラの方、お祈りアシュラ。では壇上見したいと思います。朝からありがとうございました。今日の12時から握手会と写メ会とオンラインお話し会の申し込みがスタートします。ぜひショールームをいつも見てくださっている方もお気軽に会いに来てくださると嬉しいです。お気軽にぜひお待ちしてます。はい、お気軽にお待ちしてます。お待ちしてます。リアルイベントとオンラインは6月4部の方が、時間が大丈夫だよって方は4部の方がおすすめです。ぜひお待ちしてます。お待ちしてます。13位、 A8 さんありがとうございます。12位、コシオさんありがとうございます。11位、タマキーさんありがとうございます。10位フッシャンさんありがとうございます。9位ミッチーさんありがとうございます。8位ヤスさんありがとうございます。7位ヨシくんありがとうございます。6位ウラベさんありがとうございます。5位ウーカメインの箱石さんありがとうございます。4位オロシさんありがとうございます。そして3位はドゥルル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 ンミョンさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はドゥルルルルルルルンヨンさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そしてこの IC の1位はドゥルル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 ルンしんのすけさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。皆さんも朝からありがとうございました。パチ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 、今日も一日頑張ろう。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございました。今日も頑張りましょう。またね。今日も頑張よちよち、今日も学校頑張りたいと思います。皆さんも良い一日をお過ごしください。いってらっしゃいです。わおじいもさ、次の配信も来てくれるかな。オートミールじゃなくてプロテイン。またね、行ってきます。皆さんも行ってらっしゃい。あ、おはようツイートするから見てね。行ってきます。あ、夜ルームス、そうだそうだった、そうだ、ルームスで、ありがとうございます。夜ルームスします。時間は未定だけど夜です。夜、夜です。今日でも公演ないから8時か9時かその辺でします。またお知らせします。またねー。